東部公園のドッグランからスタートです。いきなり暴れておりますが、うまい、今日誰もおれへんな。貸し切り状態、貸し切り、うちら3頭だけしかおれ毎回笠木行く前には必ずここには来ますけどね。はい、到着。おー、なかなか向こうは結構いるね。6組ぐらい。こっち側はいないので、今日は河原のこっち側で、上のサイトで貼りたいと思います。もう10連休とかなったらもうキャンプなんか無理、絶対に無理やから、もう今日までかな。はい、そしたら今日はコールマンのシマロン、海外テントやけどね、8人用、これを貼っていきたいと思います。大きさがね、4227ぐらい、4m22m70 やから、362736のグランドシートでいきたいと思います。何、どうしたん、待っとってよ。さっきラン行ったでしょ。これで井桁で入ったので、そことそこピン止めして、向こうから立ち上げて、でこうかな、よいしょ。はい、自立しました。さあ、あと上、なんかあんねん、上に。あそこ。上になんかあるので、なんかつけていきます。はい、できました。けど、雨がだいぶ降ってきてる。もうべちょーってなってるやん、ほら、ポールのところ最悪、あ、真っ赤っかのテントやな。コールマンのシマロン、あ、いいんじゃない、ベンチレーションもあるし、上はメッシュになってるし、換気とかも OK だし、海外テントにしてはいいと思うよ。さあ、あとはペグ打っていこう。よいしょ。
雨が降り続いてて、ちょっと車に避難。テントは立ったけど、もうちょっと待ってね、降りれないよ。雨降ってっから。さっきラン行ったから大丈夫でしょ。なかなかポコッとしてて、8人用らしいですけど、かわいいやん。真っ赤のテントいいやん、かわいいやん。雨さえなければ。細長い幕やな。内装でいくと2メーター、4メーター30ぐらいか。こんな感じです。さあ、そしたらね、よ、今日はベコット DOD のコットを持ってきました。久しぶりやな、これも。なんかよくわからんインフレーターマットいるかとか思っててんけどな。この形状、昔のドッペルギャンガーと一緒ないかな。よいしょ、こんなやつ、このポコポコするやつ、これ破裂すんねん。なんかよくわからんけど、それとギアトップ、ギアトップ、ギアトップのダウン寝袋、コンポート何倍とか忘れたもん。これでいいや、どっちみちもう暑いんやから。 薄手のダウンね。それと、まあ、寒かった時とあかんと思って毛布持ってきました。はい、今日の寝床完成、こんな感じです。もうさすがに辛いから扇風機持ってきました。持ってきたよ。まあ一回忘れるポリカン。よっこいしょ。さあ今日はね、ランタン今日これにします。とこれいつものやつ。今日テーブルがこれ、ロゴスのテーブルです。めっちゃちっちゃいな、これ。もう椅子持ってきてないから今日。メスピン、あとはアルスト、今日もアルストでいきます。七輪、お肉焼くの今日も七輪これにします。毎回違うよ、ね、網とエコココロゴス。いつもと一緒ですね。はい、だいたい設営ができました。こんな感じ、下砂やからな。よいしょ。あ、いい感じじゃない。なかなか好きやで、このテント。詐欺にあったテントやけど、2回買ったからな、このテント。1回詐欺られて、お金振り込んで、物が送ってこれなくて、来なくて、でもう1回買ったテントやからな。腹立つけど、倍値段してますわ。だからよし、さあワンズ下ろしましょう。掲示板も作ったので、よし。今日はでっかいワンルームなので、青天井、何にもあれ、その下でご飯です。さあ、あんたたちも一緒だよ。
はい、今日は物が少ない分結構時間が余りましたね。まだ15時半、15時20分、22度。いやー、だいぶ時間余ったね。そしたら SB ピント&ごとく、あ、水汲みに行かなかん。よいしょ。そしたらよいしょ、できた、完璧。今度終わり。これでいけるやな。よし、アルスト、アルストも久しぶりやな。風強いから大丈夫かな。風防効果が出てくればいいけどね。あ、出てるんだ。いい感じだと思う。シャバ。そしたら牛乳を入れましょう。やっぱこの色や。うん、こんなもんやと思うけどな。ちょっと多いぐらいかな。もうちょい入れよう。よし、全部入れとこう。ほら、ええ色になったやん。綺麗な色が出た。よし、 もうチャイムを作れるようになったね。そしたら、よいしょ、もうアルストはいいね。よし、それでは、いただきます。こうじゃないとね。美味しい、美味しい、美味しいです。メスキン自動抱き。最近多いな。しゃあないやん、 ここに来たらこんなんしかできへんねんから。あ、奥部屋こ生きて、あそこやったら何でもできるからな。あ、七輪、これがな、ミニ七輪にミニエコココロゴスがぴったりなんだよね。シンデレラフィット。あとはこれで全て OK と。な、これ不思議やわ。そのために作られたのかもしれへんけど。よし、水付け完了。液状タイプ、本だし、わかめ、これで味噌汁はできるからいいよ。はい、ね、今日はお刺身とお漬物と、この間のナスビが結構余ってるのよ。もう一回ナスビ。それとお肉。これで食べたいと思います。いい感じやんか。よし、肉が、これまたうまそうな肉なのよ今日も。お肉、ほらお肉、おちそくない。それではできたと思うので、蓋オープン。美味しそう。
ができました。いただきます。うわ、柔らかうまい、口の中で溶ける。おいしい。あ、味噌汁もええ感じで出来上がったので、もうちょいかな。分厚っいいね、この明かりはいいね。やっぱ明るいわ。ゴーってうるさいけどおお、燃える燃える。よいしょ、うまそう。あ、ご飯が先になくなりそう。完食、ごちそうさまでした。もういっぱいいっぱいお腹。食った。何時だろう。18度。7時3分。まあこんなもんかな。湿度 98%。どんだけ湿度が高いの。先まで雨降ってたからしょうがないんだけどな。よ、はいよ。水飲んで。おはようございます。
なんか、めっちゃ雨です。めちゃめちゃ降ってんねんけど、え、近い近い、今日もそんなに降ってたし、もう、何やねん、この雨。豪雨やね、もうこんな。撥水しとる、撥水しとる。もう何もできません。はい、おはようございます。よいしょ。おお、ちょっと雨は上がったんですけどね、下ピッチピチャやからな。さあ、そしたら9時半頃かな、今。うん、ちょっとご飯の方、朝ご飯を作って食べて片付けて帰りたいと思います。今日は簡単に、朝は簡単にサラダ、3つサラダ、結構あるな、これ。はい、完食、ごちそうさまでした。ああ、雨が、ああ、バラバラ出る。はい、綺麗になくなりました。全部積みました。あとは巻くだけ。さあ、だいぶ乾いたね。よしよし。さあ、またのたれてますが、崩していこうかな。はい、綺麗に片付きました。さあ、そしたら帰ります。で、お疲れ様でした。